次に登場する小林選手、選手生活は長いんですが、トレーニング始める前、歩くこともできない、筋肉がどんどん、ね、こう力入らなくなってきている、難病に侵されていましたが、トレーニングとともに筋力が少しずつ戻り、ベンチプレスができるようになり、石垣球が少しずつ自分で歩けるようになり、今ではアジア選手権等で活躍する選手にまで育っております。医学の世界ではこれはありえないと言った、お医者さんもおります。ありがとうございます。女子45キロ級小林選手です。重量は63キロです。よし、行きましょう。ひろみさん、ライド大事に行こう。続いて奥山選手、松本選手、用意してください。気持ちいいで、気持ちいい。パラリンピックで非常に美しい試技、正確な試技、そして重たい試技が、これがあると思っております。強い選手になってきますと試技が美しいです。簡単そうに見えますが、ピタッと止めてピタッと決めるというのはなかなか大変なことです。もう力任せに押すと大体グラグラッとするし、なかなかこう綺麗に見えないというのがあるんですね。一瞬でいいですから静止させないといけない。確かに微妙に傾いたかもしれない。